パクヒョシンは、大韓民国のシンガーソングライター、ミュージカル俳優。ソウル特別市出身、喜び広志大学ポストモダン音楽学卒業。身長178センチメートル、体重65キログラム。プロフィールの青年月日が12月1日と表記されているが、正しい誕生日は9月1日である。 1999年ファーストしてあげられないことで歌手デビュー。胸に響くソウルフルな声と爆発的な歌唱力で音楽性と大衆性をすべて認められ、韓国最高のシンガーソングライターであり、ボーカリストとして愛された。2004年、中島美香の名曲である、雪の花のカバーが大ヒットした。2013年退役後の仕事として、韓国再演となるミュージカル。 エリザベートのトート役で俳優デビューした。2014年、ハッピー・トゥ・ゲレザーのコンサートも完売で4時間を超えるコンサートで観客を魅了した。2015年、ただたけアートホール大劇場にて世界初演から24年を経過して韓国初演となるミュージカル、ファントムに主人公であるファントム役として、リュ・ジョン・ハン、パク・ヒョシンとカイがキャスティングされた。2016年、 2016パクヒョウシンファンクラブソウルトリープランティングデーザキャビンを開催また9月に事務所移籍後パクヒョウシンの単独コンサート IAMA Dreamer ーーを10月開催おおよそ7年ぶりに地上波音楽放送のユヒヨルのスケッチブックに出演 KBS2 ユヒヨルのスケッチブックが毎月月間特集を準備するがその総刊号に 初の単独ゲストとして出演した。2017年、パク・ヒョシンと軍隊時代からの友人で野生の花を一緒に作った音楽の天才と言われるチョン・ジェールもパク・ヒョシンと同じ事務所のグラブエンターテインメントと契約した。歌手パク・ヒョシンがドナルド・トランプ米大統領の奉還祝賀公演ステージを KBS 公共楽団演奏者チョン・ジェール 国学会ゆテピョンヤンと飾り、野生上げ等を熱唱した。ありがとうございます。